もこんにちは、歴史くんでございます。今日もお城プロジェクト RE 進めていくよ。今回はですね、ガチャではなくストーリー進めていこうと思います。ということで、この所領からですね、出陣して天下統一進めていこうと思います。この人誰だっけ。最近女の子の若い子の顔が同じに見えるっていうあれ誰。鶴岡城が神鍋城じゃないでしょ。ガソエでもない、柳川でもない、平戸、違う、平戸みたいな感じじゃなかったな。あ、ん、誰、どんな顔だっけ。あ、変わってる。あはい、誰か分かんなくなっちゃった。もう、はい、じゃあ進めます。さあ行こう。あれ、なんか増えてる。とりあえずメインストーリーを私は進めます。あ、大隅、オッケー、大隅の普通行くよ。なんかまた強そうな忍者、左下にでっけえのが。メンバーはこれでオッケーです。で、俺前回巨大化してなかったのね。巨大化をして、あとは誰かの俺戦術のやつ、最後敵にこうやって やろうとしたけど、それはなんかマップのための経歴みたいな感じだったのね。ちょっと分かんないな、まだな、そこら辺は。行こうと思います。出陣。はい、本州日ごと日向の2箇所、はいはいはい、戦2箇所にもいる、その手口の北上し陸路を使って本州に向かうのは避けた方がいいと思います。あ、そうなの。前に日ごで目的したあの巨大兜、そっかそっかそっか。あ、薩摩行くの、南から攻めんだ。オッケー、鹿児島県ね。薩摩から船が出ていますから回路を利用することができます。薩摩から肥前、あー、はいはいはい、肥前から北上して、あ、なるほどね、オッケー、了解。鹿児島から長崎とか佐賀の方を抜けて福岡も通るのかな。で、山口県行くってことね。了解。もう俺わかんないから、うん、了解了解。俺もいいよいいよ全然、うん、決まり、オッケーオッケー。お、到着した。またいるよ、桃成ちゃん。誰誰。オッケー、行くぞ。蔵が3つ止まってるよ、右側に。で、殿のとこに1個あるから、そしたら福井城、よし、頼りしてるよ。で、オッケー、助かるよ。うんと、で、元気にしてもらおう、周囲の。ここいいかな。あ、やばいやばい、なんか、あ、やばい、急げ急げ、早く早く早く、やばい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 、オープンオープン、オッケーオッケーオッケー、よし。で、大砲、五稜郭は、あ、いや、火縄銃先に、うっきゃ、オッケー。第2波、待って、これ、ちょっと一回撤退、これ一回撤退、ごめん、一回撤退。オッケーオッケー、いい、撤退しよう。で、弓、あ、クラ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 、忘れてた、やばいやばいやばい、クラだ、あぶね、よしよしよし、頼む、あぶね、あぶね、上から来てんじゃん、ウサギ、ちょ待って、よし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 、あぶな、あの飛んでたウサギどこ行ったの、倒したんかな、右上の。よし、計画、これ何、配置場所、青、赤、青に変更する。これだ、この前使ったの、清洲城か。俺これを敵にこうやってうわーってやってたからな。意味ない。え、これどうやって、まだこれさ、結構あれなんじゃないの、上級者向けの計略なんじゃないのこれって。いまいち、あ、来た、下忍、敵対攻撃し範囲内の敵を移動 25% ダウンしたら強い敵は防御45秒間の防御アップ。そしたら誰だ誰がいい、あ、やばい、殿殿殿、やばいやばいやばい、ちょ待って待って、殿やばい、あれ待って、どうすんのこれ、これ一回撤退しても、ちょっと待って待って、殿が単独で戦ってるって、殿の防御アップできないの、ちょ待って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 、これ何これ、敵4体を攻撃する、お前これ行け、あれ攻撃できない、この人攻撃したい俺、ちょ待って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 、危ねえ、危ねえ、ちょ待って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 、お、ちょっと待って待って、どうするのこれ、何もやってくれないじゃん、やばいやばい、巨大化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 負けた。しかも負けからのもう次が早い、もう終わってる、次の画面いってる。蔵のとこに配置しすぎた、戸の周りにやっぱ置かなきゃダメなのかな。え、なんで負けた、ちょ、もう一回もう一回、ムカつく、くっそー、悔しい。だ、戸のとこに置かなきゃいけないね、だ、蔵のところと、まあここには置きたいんだな、なんかな、で、で、ここで、半、さっきの反省から弓引きを、ここ、うん、こっちかな、ちょっと、あ、蔵のとこに寄せよう。で、あ、切る、よし、ここで、弓をここだ、
さあ、こっからだ。こっからだぞ。よし、じゃあ、火縄銃だけでいけるだろ、こっちは。あ、怖いな、でも。一人だけでいけるかな。よし。いけそうだな。そっちは任せた。あ、でもいってるな。よし。んで、んで、鼓舞してもらおう。ここ。巨大化いけ！頑張れ！オッケー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 。よし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 。いいんじゃないか？巨大化させよう。来た！何？防御アップ！オッケー。よし。防御アップ、頑張れ。防御アップした！よし！軽落使ったぞ！攻撃範囲。30秒の間。またまだ待とう、じゃあこれは。で、最後のでっかい、来た来た来た、左下のこいつらの来た時使うよ。やばい、トコ、よし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 、いいぞ。これだ、戦術敵4体を攻撃できる。ちょっと待とう。もう暗いらねえんじゃないか。撤退させよう。で、こっちに配置、再配置しよう、こいつも。んで、よし、行くぞ。どうやってやんのこれ。どうやってやんの。来た、いやーし、あ、え、違う、あれ、やられたってこと。やられた、ちょっと待って、やばい、めっちゃ強いじゃん、俺今計略発動したんかと思った。やばい、あーし、よしよし、まあ、いろんな勘違いはありつつも計略が出ないんだけど、あの、そのなんかやってほしいんだけど、敵何体を攻撃みたいなのやってほしいんだけど、どうやったらいいんだ。第4話大隅の国勝利を収めました、ありがとうございます。よし、レジゲット。余裕なくなるんだよな、このゲーム。なかなか、お、何、誰、あああれだ、島津家の本拠地だ、鶴丸城だっけ、別名鶴か、背中ついてるね、羽はね。で、胸には丸二十字、島津家の家紋だ。ああ、さっきの人かあ、さっきの人なんだ、戦えるじゃん、あなた。みたいに先ほどの兜を倒したことで囚われてた鹿児島城さんの白娘としての魂が解放され、あの体に戻ったような。あーあー、普通の子だったってこと、それが魂バーンってこと。あー、そうなの、魂別なの、白娘の原動力が分かってないんだ。そうなんだ、トノドンって。なるほど、救わなきゃいけないんだ。あ、はあ、はあ、はいはい、大隅の国っていうのが関わってるのかな。ということで、まずは第4話をクリアということで。あー、難しいな、一回やられたしな。もう一回やろう、もう一個いくぞ。肥前の国いくぞ。誰がいるだろう、佐賀城ちゃんとかいるのかな。この左下のやつやだわ、さっき痛い目にあったから。あとはまあいける感じすんだよな。隣のコンボのやつも気になるな、強そうだな。1とか2で出てくるやつ、かけ1かけ2で出てくるやつは強いんだろうな。巨大化をできるときには巨大化をする、あとは計略をうまく使う、あと殿の周りをなるべく守る。はい、これでいきます。いくよ。 OK、 出陣だ、出陣。あ、船、船酔いね。水飲んだ方がいいよ、水。出たよ、また。誰、あ、戦ってんだ、この人は。じゃあもう白娘じゃん、あのままじゃ彼女が危ない、確かに。 OK、 そうだな。よし、行くぞ。よし、クラどこ、真ん中と右側ね、オッケー。そしたらクラのとこはさ、待って、大砲でいいかもな。火縄銃にしてみたらどうかな。弓んで、あー、どっから来んだこれ。うわ、これ読めないじゃん、動き。あ、でもいいかも、いいんじゃないこの作戦で。ここだ。で、槍んで、ここ強いね、たくさんいるね。そしたら、こっちから、こっから来たら、下から来たらやばいな、下の道から。あ、でも川は足りないから来ないか。あ、ちょっと疲れてんな、あいつやばい。あそこ置けないんだ。ちょっと助けよう。あ、大丈夫かな、一人で。あ、やばい、来た、いいな、来た。巨大化しろ、巨大化だ。巨大化、あ、そこ、俺、押してるか。来た、やばい、早いぞ。慌てるな。よし。あまり脅かさないでくださいすいませんよし、そしたら活躍の場を設けたいからな。
こっち来そうだよね。あ、てか強え、巨大化した伊賀上野城強え。来た、期間限率上昇。なんだ、来たぞ、あいつだ、あいつが来た。え、強っ、おいちゃうもんこれ。え、伊賀上野城強っ。待って待って、すげえ削られてる。あ、待って待って待って、やばい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 、ちょっと待って、一回、危ない、やばい、一回撤退して、一回撤退。よし来た、よし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 、やばいやばいやばい、ゴリゴリ削られてる。やばいやばい、ててててて、危ねえ。よし、このコンボよ、こいつが強いかも。たぶんよっしゃ、圧勝なんじゃないこれ。計略使えなかったけどな。よし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 、成長は見えたんじゃない。やってる実感としてはもう余裕余裕な感じでした。殿の気持ちになったらもう全然来ないから、周りに敵が。よしよしよし、伊賀上野城が強かった。オッケー、よし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 、楽しくなってきた。誰だったの。あ、村中城か、あれだね、龍蔵寺だ。戦国大名龍蔵寺、多分高信がモチーフじゃないかな。肥前の熊なんて言われてるから、多分熊の耳なんじゃないかね。看板もそうだもんね、胸のところのね。あ、落ちちゃった。強いんじゃないの村中城、力ありそうだよ。近距離系だね、刀だね、刀。こうやってどんどん何味方仲間がどん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 増えていくんだ。鹿児島城とは仲悪いんじゃない。そうだよね、大丈夫、バチバチだよね。沖田縄手の戦いで龍蔵寺高信は島津家と有馬家の連合軍に負けて討ち死にしてるわけだから、仲悪いよそりゃ。まあ頼りにはないぞ、うん、予備出兵、何それ、予備出兵と決まった予備に解放される。うんうん、あ、なんか特別なのをもらえるんだ。特別な日に特別な合戦があってもらえると。はい、 OK OK OK、よし終わった。ひとまず何メインストーリーの肥前までは行ったと。いやー、出陣合戦はちょっと疲れるわ。何、ここでアドバイス。はい、売店で3周年記念のパックもらえるので、もらった方がいいですね。星7がもらえるので強いです。え、何それ、どういうこと、なんだろう、これが売店キャンペーンがある。3周年記念パック、あ、ある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 。パックを受け取りますか。受け取ったアイテムはプレゼントに送られます。はい、 OK、 うん、プレゼントに送りました。まずプレゼント見なきゃ。はい、プレゼントね、3周年パック、これか、七星の症状符だな。これで何選べるの、押すよ。え、誰でもいいの、誰でもいいの。おお、すごいじゃん。え、これ一体だけ。え、めっちゃすごいじゃん。大阪城、名古屋城、大阪城、彦根城、五稜郭、また五稜郭だ。なんだっけこれ、台湾だっけ、安平城だっけ、ノインシュバインシュタイン城、あ、呪落台、京都ね、お酒もありますよね。安土城、あ、しげつる伏見城もあるんだ。伏見城2つあるのか、小畑山としげつる伏見城ね。バリの城城ね、はいはい。姫路城、プラハ城、紫禁城、中国か。あ、大阪城、あれ大阪城、これも大阪城なかった、全然違う見た目が。銀座城、どこだ、詳細は大丈夫だね、見ても。あ、なに、ダウンロードしたよね。あ、びっくりした。あ、近所、あ、大阪城のことか。あー、なるほど、大阪城じゃ3つあるんだ。シャンボール、あ、モンサンミッシェルは知ってる、さすがに。あ、ベルサイユ宮殿行ったことある。キャメロットの分かんない。あ、根気城、彦根城だね、別名ね。ペルゴフ、分かんない。ロンドン島あんの、ダンノター、中国か、中国なのか、中国か、ちょっとわかんない、パンダいたしな、中国だな。うちひさる城、マハール、マハラジャ、インドかな。琉球恩城、琉球お城、琉球本城、なんだろう、どこだろう。首里城の、あ、グスクって読ませんのか、琉球グスクってことね。ギブさんだ、そうだ、何回かご一緒した。どうしようかな、そしたら接近戦、あ、まだ持ってない武器がいいな。名古屋城の木槌、土か、盾もなんだか、盾、海外、どうしようかな、これめちゃめちゃ悩むじゃん。名古屋城、大阪城でしょ、彦根城、五稜郭はな、お正月いただいたから、姫路城も、これめちゃめちゃ贅沢だな。
どうやって選べばいいのこれ。選べないよ。じゃあ思い入れが強いやつにしようかな。あ、びっくりした。びっくりした。かっこいいな、マリの頂上。待って、かっこいいな。面白いデザイン。危ない。どうしようかな。大阪城もいいよな。これ豊臣時代でしょ。ただ日本一の石垣の高さって32、3メートル。あれが大阪城なんだけど、秀吉の時代じゃないんだよな。徳川時代だから。あれ、徳川時代これか。どんな見た目。見た目も関係してくるな。こうなってくると、めちゃめちゃ刀持ってる。髪の色はあれかな、河原から来てんのかな。青銅ってね、あれ銅で作られてるから、そこから来てんのかな。この 青い髪の毛は安土城か。わー、安土城はかっこいいよな。強いのかな。ちょっと俺強いの欲しいよ今。俺が弱いからさ、攻撃の数値でちょっと選ぼうかな。これが一番高い、名古屋城。今名古屋城100超えてるよ。すごいスッキリしたデザイン。え、めっちゃ悩んじゃうんだこれ。彦根城ってなんかこのお城プロジェクト生放送でよく見るよ。彦根城ちゃんグッズにもよくなってるし、彦根城はお殿様いい家でしょ。で、計略が招き猫でしょ。招き猫は今の豪徳寺が発祥の地って言われてて、あのそこら辺を散歩してた井伊直孝さんが雨が降ったからって木の下で雨宿りしてて、でそしたらお寺の方から手招きをしてる猫がいるっていうので、その猫の方に行ったら雨宿りしてた木に雷が落ちたみたいな言い伝えがあって、これは幸福をもたらすというので招き猫が誕生したということで、そこはね、もともとね世田谷城ってお城だったんですよ。で、私都内に引っ越す時にせっかくならお城の跡に住みたいなということで、私あの世田谷城のですね縄張り図というか城の跡地とされる範囲をですね不動産の人に提出してですね、この城の中で住みたいですっていうのを言って、今私あの世田谷城の城跡のどっかに住んでますんで、ということで私も個人的にゆかりが深いということで、初詣はだいたい豪徳寺行きますので、彦根城ちゃんにします。彦根城を仲間にしますか。はい、します。彦根城いろんなお城から建物を移築したりとか、石垣とかをこう流用したりしてるから、多分そのこと言ってんだろうね。で、病弱なのは徳川四天王の井伊直政が関ヶ原で撃たれて彦根城築城前に亡くなっちゃうというのと、あとその後を継いだ井伊直継さんも病弱だったということで、その後井伊直孝に引き継がれてお城が作られたという、まあそこかかってんのかな、病気は。よろしくね。 OK、 じゃあ白娘以外とりあえずゲットしとこう。ということで今回ひとまず衣装ということで、いや選ぶの時間かかったな、悩んだけども彦根城にしてみました。第一線で活躍してもらうことを楽しみにしております。ということで今回は以上でございます。またどんどん進めていこうと思うんで、先輩友達アドバイスよろしく